若狭ハウスの菊池です。今日はリノベーションをしたお客様のお宅にお邪魔させていただいてます。水回りとか内装、あとちょっと間取りの若干の変更などを行ってます。で早速玄関の方からご案内します。で玄関はちょっとここら辺に壁があったんですけれども、そういうのをまあ取っ払ってちょっと広く使いたいということだったので、こことここの壁を取って少し開放感を設けています。ちょっと床なんかは次の無垢のフローリングを使ってちょっと素材感を出してますね。これ元々はどういった床だったんですか？元々は普通の合板のフローリングだったんですけれども、戸建てなので温かみのあるちょっと床にしたいということで、ちょっとこちらをご提案させていただきました。廊下にはこういう階段下の収納があります。今物がちょっといっぱい入っているので無駄な空間をなくして有効利用できてますね、はい、こちら側がリビングになります。ここだけちょっと扉の色を変えてますね。他は白なんですけど結構アクセントになってこれも面白いと思いますね。もともとはどんな感じだったんですか？もともとは築がもう20年以上経ってる物件なので茶色いガラスの扉ですね。もうちょっと大きくて親子とタイプだったんですけど、普通の片開きにして色を変えてアクセントにしています。じゃあ、中お邪魔してみます。じゃあお邪魔します。ご主人様です。よろしくお願いします。お願いします。こちらがですね、ダイニングスペースになってまして、ちょうどキッチンのカウンターの下にここからと貼っております。そして間接照明をちょっと当てて、素敵な空間になってね、エコカラットを貼ったの実はねご主人に。あ、そうなんですか。で貼っていただいたって感じです。ちょっと想像とは違かった。想像と違かった。もうちょっとおしゃれな感じだ。いやいや、だいぶおしゃれですよ。本当はここが和室が続きまであったんですけど、それをリビングに続きにして広くしたい。ただここにちょっと壁があったので、本当はこの壁を取りたいっていうところだったんですが、柱と筋交いがどうしてもここにあったので、抜けないので、こういうふうに柱と筋交いを表しにして少しでも開放的にということでこの窓になります。天井はレッドシダーという材料の板材を貼っています。こちらのテレビに置いてあるところも、これもエコカラットですね。これもご主人の方で施工していただいて、こういうふうにかっこよくなっています。でまたここも間接照明仕込んであって、よりですね、エコカラットが映えているのかなと思います。この出来栄えはどうですか？完璧です。完璧だそうです。このレッドシダーの特徴っていうのはどういった特徴があるんですか？部分的に板張りにすることで空間にアクセントがついて結構かっこよくは、であとこのエコカラットもこれにやっぱ馴染みがいいので、ね、かっこいい空間になったんじゃないかなと思います。奥様が素敵な赤いソファーに座って。どうですか、この住まい心地は？空間はだいぶ満足です。ああ、よかったです。塗り壁になってるんですけど、これもご主人の方で全部施工されてます。通常クロスで貼られることが多いんですけれども、こういう塗り壁にすることでかなり空間に味が出てるので、とてもいいんじゃないかなと思います。こういった柱も？そうですね、キッチンの中を見させていただきましょう。ここはちょっと対面キッチンになって浄水器がついてるハンズフリーの水槽ですね。このタイルもご主人の方でやっていただいてますね。これ目地がね光ってるんですよ。ちょっとラメが入ってるとっても珍しいちょっとものになってます。ご主人がチャレンジをされてとってもいい味出されてますね。もともとは L 字のキッチンだったんですね。それを相方にして、 L 字だとこの角の部分って収納があんまりねしづらいので、相方にして後ろにちょっと物を置けるような形にしています。そう、この辺もねご主人がちょっと色を変えて、櫛引きっていうんですね。これはこれも光が当たることで、陰影が出るので、また素敵な空間になってますね。こちらが洗面所になりますね、はい、引き戸をつけて洗濯機も入れる取れるようなスペースを取ってつけています。でこの洗面台は、これはパナソニックの、シーラインという商品ですね。この水洗がスゴピカ水洗って言ってですね、水垢がつきにくいっていう素材のものになります。普通のステンレスっぽい水洗だと最初綺麗なんですけど、水垢がつくことでやっぱ汚れが目立ったりするんですけど、それがないっていうので最近評判のいい水洗ですね。
風呂場がこういう形で、これもパナソニックの、オフローラという商品ですね。浴槽の人造大理石になってますので、お掃除もしやすくなってます。で、黒いお風呂って意外とあの汚れが目立つよっていうのがあるんですけど、この人造大理石だとお掃除が、ね、とってもしやすいんですよ。でかつあのカウンターと水洗もすごいピカ素材になってますので、水垢があの、つきにくい素材になってます。はい、2階にやってきました。2階ももう全部これね塗り壁なんですよね。家一軒丸ごと塗り壁って言ってまずないんですよ。で、まあ、ご主人やられる労力がね相当だったと思います、これは。だけどね、そのおかげでね、こういう味が出る空間になっているので、とっても素敵だと思いますね。で、ここはお客様がいらした時のためのお部屋ということで、まあ、普段はあまり何も置いてないというお部屋みたいですね。まあ、壁をちょっと一部アクセントで、まあ、すごいとってもなんか面白い模様でいい味出てますね。で、あとここがちょっと面白くて、布団をこういう風に全部かけられるようにしたいってことで、こう3本こう通してます。で、ここのお部屋がウォークインクローゼットですね。はい、もともとは普通のお部屋だったところを収納部屋にしたいということでしたので収納になってます。で、まあ、こういう風に可動だとですね、すごい綺麗に収まってますね。で、あとこの真ん中のところにですね、吊り下げられるような形でちょっとパイプですね、あの通してます。ここのちょっと奥なんですけれど、こういう感じで、これもすごいんですよ。お客さんがあのこれも全部塗り壁で模様をつけられて、世界で一つだけの壁ですね。真ん中のお部屋がウォークインクローゼットで、もうそのまんまこれベッドルームにつながってるんですよね。こちらの方なんですけれども、書斎スペースになります。この寝室と真ん中の部屋をちょっとうまくつなげてですね、もともとこれ壁だったんですけど、開口を開けることによって、まあ、アクセスしやすいようになってますね。ここがあの手洗いですね。かわいいおトイレになってますね。で、ここの壁も床もちょっとご主人が頑張っていただいているところですね。この床のタイルもご主人様が張り替えられたんですね。はい、ちなみにこのタイルの目地もラメ入ってるんでこだわりポイントですね。ラメ入ってるタイルって初めて見ましたよ、目地に。これ世界で初じゃないですか、もしかして。そんなことないかもしれないですよ。次参考にさせていただきます。でも、もうやんねえって言ってた。もうやんねえ。もうやんねえ。作ってる。なので、もう多分日本のどこにもないタイプです。もう二度と見ることないわ。ちょっともう夜になっちゃったんで暗くて見えないですけど、確かにお庭めちゃめちゃ広いですね。広いですよね。バーベキューのやつとかもあります。バーベキューが好きで、それだけのためにここを選んでます。もうバーベキューし放題ですもんね。このリビングはあのこの時計がね効いてますよね。いい味出してますね、本当に。まあ、確かに。時計の上これ何ですか？神様です。神様。これ超主力じゃないですか？いや、これすごいですね。これ隠れた一番のポイントです。そうなんですね。ね。いかがだったでしょうか。あの戸建ての、リノベーションですけれども、とてもあの使い勝手が良さそうで、ね、とっても素敵な家で、ね、ちょっととても羨ましいですね。こういう風にしたいという方がいらっしゃったら、ぜひまたおっしゃっていただければご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。そうそうそう、せっかくね壁紙にしてるのにね。